ちは、宮水浩平です。いつも動画ご覧いただいてありがとうございます。今回はですね、ヤエカの、コンテンポというブランドですね。こちらのラインの、2way パンツ。これ定番のパンツですね。こちらをちょっと紹介していきたいなと思います。以前、買ったもの紹介の時に、一度だけちょっと登場してて、そこから詳しくやってなかったんで、ちょっと改めてということでお話ししていきたいと思います。で、このコンテンポというブランドですね、実はなんか公式のサイトというか、まあ、ホームページみたいなものがなくって、なんかいろんな方のブログとか、いろんなまあオンラインで通販されてるところとかを見て、一応情報収集をしてました。なんかイメージとして、そのヤイカのその日常使い、デイリーで使えるみたいなイメージも踏襲しつつ、ちょっと綺麗めなアイテムが多いなっていうのが、ちょっとなこのコンテンポのイメージなのかなと思っていて、で、ただ綺麗めなだけじゃなくって、なんかね、この素材に結構こだわってる感じがあるんですよ。で、今回紹介するこのアイテムも、ツーウェイパンツっていう、そのツーウェイってね、その縦にも横にも伸びるよっていう、ツーウェイストレッチっていう素材を採用してたり、まあ、オリジナルのなんか素材らしいんですけど、しっかりとその、動きやすさと、その綺麗めの両立みたいなことで、本当仕事でもカジュアルでもどっちでもいけそうな、僕がよく言ってるそのコスパのいいアイテムなのかなと思いました。で、カラー展開とかもブラックもそうですし、ネイビーとかベージュとかグレーとか、まあ、定番の鉄板系の色が、中心に展開されているので、その辺もまあ結構使いやすいなと思いました。あとセットアップとかの提案も結構多いので、まあ、本当にその仕事でも使えるかなと思っています。一応今回は古着で購入をしてます。僕が買ったのは6490円とかでしたかね。かなり格安で買えました。でまあ、状態とかによって、まあ、値段のその代償はあるんですけど、割と古着でも在庫あったんで、まずお試しでちょっとチェックしてみたいなっていう方は、全然古着でもいいのかなと思っております。で定価は一応これね、形とかスタイルによって変わってて、これスタンダードって一番まあ名前の通りスタンダードの形のやつなんですけど、まあ、スリムとかテーパードとかワイドとかいろいろ自分のスタイルに応じて選べたりするので、その辺でね結構お値段が変動してくるみたいです。あと詳しい、まあ、サイトオンラインで販売されているところは概要欄に載せておきますので、そちらで一応見てみてください。で、なんかね僕のこの買った品番がもう多分なくでなくってっていうのでこれ実は起毛してる素材なんですよね。ちょっと後で詳しく見ていくんですけど、秋冬使えそうななんか起毛感がすごくあって、でこの品番がですね58655っていう品番なんですけど、今起毛で出てるやつって58655じゃないんですよね。だからその辺でちょっと差異はあるのかもわかんないですけど、基本形は変わんないと思うので、まあ、参考にしていただけたらなと思います。で起毛じゃなくてなんかシャリシャリした素材感の通年使えるやつとかもあったりするんで、まあ、そっちの方が、まあ、長いシーズン使えるかなっていうのはあります。まあ、僕は秋冬結構履きたかったんで、この素材を、まあ、ちょうどね、古着でもあったんで、チョイスしましたけど、まあまあ、そこは人の好き嫌いで選べるかなというところです。はい、ここからじゃあちょっとパンツのですね、特徴を見ていきたいなと思ってます。まず、冒頭で言ってた 2way ストレッチですね、縦にも横にも伸びるということで、まあ、この辺は非常に履き手としてはありがたい部分。まあ、特にリモートワークとかでね、家でいる方も多い中で、まあ、セットアップも含めて、こういうね、ちょっと仕事で気合い入れたいけど、ちょっと楽もしたいなみたいな、テンションの時には、まあ、使えそうかなっていう感じですね。普通に外出する時も使えると思うんですけど、まあまあ、そういう意味でも、今のご時世にも合ってるかなと思ってます。で、僕の買ったやつはこれ、起毛、さっき言ったですね、起毛してる、素材感なんですけど、シャリシャリのやつもあるので、その辺は、まあ、自分のね、センスで選べるかなというところです。でちなみにこれ起毛してるんですけど、ウールとかは入ってなくて全部化繊で、63% ポリエステルの 34% レーヨンの 3% がポリウレタンなんですよ。なので、まあ、お手入れっていう面でも、ウールよりはこれ化繊の方がまだ扱いやすいかなっていうのはあるんで、個人的にはポイント高いなと思いました。で、ウエストのところなんですけど、ドロッコード使ってるんですね。なので調節も結構楽々でできます。でちなみにこのドローコードがね、結構うにょうにょ伸びるので、感触めっちゃ気持ちいいんですね。はい。で、ベルトがね、ベルトループがないんですよ。だからもう完全にウエストは、ドローコードと、あとまあゴムが入ってるんで、パンツのこのウエストの部分自体に。本当にこうイージーパンツ仕様みたいな感じ。今回ベルトループはついてないと。で、止めるとこなんですけど、これね、ボタンとホックが2つついてるんですね。これちょっとね、デザインとして、まあ、履いてみて思ったんですけど、ちょっとね、あんまこれ使いにくいなっていうのは個人的な感想で、まあ、どっちがでいいかなっていうところです。特に着脱することがトイレとか行くとやっぱ多くなってくるんで、ボタンがね、結構これ取れるんちゃうかなって不安にいつもなんか苛まれそうで。っていうか、このホックで止めてて、ホックを外してトイレしようと思ったらボタンついてたみたいなことになって、なんかちぎりそうな気もしてて、その辺のちょっと怖いところなんです。
ど、まあまあポジティブに捉えると安定感非常にあるので、まあ、ホックとボタンで、止めているというところです。でもちろんジップが付いていて、着脱しやすくなっております。でポケットなんですけど、これはもう普通通り、前と後ろで付いております。まあ、ポケットの深さは特に浅くもなく深くもなくという感じで、全然使いやすい深さになってます。でお尻がですね、これボタンで2つ止めるんですよ。ここもね、僕のそのこだわりポイントとしてはボタンはない方が良かったなっていう感じがしてます。っていうのも、まあ、財布とか携帯とかお尻ポケットに、ね、入れたりするんですけど、やっぱね手を出し入れする機会多くなるので、こうボタンが当たって取れそうになるのがちょっと怖いなっていうところですね。まあ、この辺のデザインによったりしますけど、まあ、完全にないやつもあったりとか、フラップ付いてるやつもあったりする中で、ボタンはなんか、まあ、使い勝手は悪いかなっていうのが個人的な印象ではございます。物をなくさないようにできるとかみたいな、あとまあこの後ろから見た時にボタンが顔がきれいめに見えるみたいなことはあるかもわかんないんで、これも、好き嫌いは分かれるとこかなというところです。で、次から2つ言うのが結構このパンツの僕の中での最大の特徴かなと思っていて、まずこの横ですね、サイドシーム、ここがねないんですよ。まあ、普通パンツってペタッとこう後ろ前と合わせて作るパターンみたいなのが多いと思うんですけど、これ横のシームがないんですよね。これなんかアナトミカのジーンズのなんかこういう品番ってあったと思うんですけど、ああいうイメージで、まあ、完全にこうストンと落ちる。まあ後でちょっと履くんでその時シルエットは見てもらうと思うんですけど、すごく綺麗な形になります。で、内側はねもちろん貼り合わせなきゃいけないんで、ここはあるんですけど、見えるところ外側の部分はサイドのシームがないので、これがねパンツの特徴としては非常に動きやすいし、シルエットも綺麗に見える、まあ、秘密なのかなというところでございます。で、次がですね、パンツのマチですね。この股間からお尻のつながりの部分なんですけど、ここにマチが大きく取ってあって、これあれないで全然ね、やっぱ股間の部分の安心感安定感が変わってくるんですよ。まあ動きやすさももちろん、特に自転車とか乗るときとか、やっぱここが余白取られてあるとすごく乗りやすいですね。乗りやすいし漕ぎやすいっていう部分はあるので、履く人のことを考えられて作られてるなっていうことですね。まあ、通常のこの、ストレッチ性に加えて、このデザインの面でも、まあ、動きやすさを図られてるっていうことで、これ想像以上に機能的なパンツなんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、パンツの詳細そんなところですね。結構ね機能が満載で、見た目以上に、見た目はねかなりシンプルな盛りだくさんで、まあ、現代の都市生活にマッチそうな感じでございます。はい、じゃあ次ちょっと履いていきたいなと思います。僕がまあ合わせるならどんな感じかっていうのと、まあ、サイズ感ですね、この辺ちょっとチェックしていきたいなと思います。はい、じゃあ着てみました。これパンツなんですけど、一応 M サイズを履いてます。私は身長177センチで体重が65キロの体格で、 M がほんとジャストぐらいですね。ウエストも、ずりをしてこないし、苦しくもないしっていう、ほんとちょうどっていう感じです。それでこんな感じの履き感でございます。非常にラインも綺麗で、丈感もねちょうどいいですね。 M サイズやっぱこの動きやすさ、これがやばいですね。可動域が全然やっぱ違っていて、普通のパンツと膝も曲げやすいし上げやすいし、まあ、自転車とか乗るときとかも最高ですね。で、まあ、コーディネートはもう基本同じような感じになっちゃうんですけど、まあ、黒と黒で合わせるのがいいかなと。まあ、結構普段あんまジーパンが多いんで、この真っ黒のパンツってあんまり入ってこなかったんですけど、まあ、それだったらまあ同じような感じで黒黒でいきたいけど、緩急つけるために白も入れました、みたいな感じですね。まあ、シャツ、T シャツ出したりとか、まあ、靴のね、靴下とかもちょっと白の面積増やしたりとかして、まあ、まあちょっとモノトーンな感じで着るのがまあちょうどいいかなと。あんまりこうゆったりしすぎず、ちょうどジャストぐらいな感じで上下着るみたいなとこも、まあ、個人的には好きですね。はい、まあ、これになんか羽織っていくみたいなイメージじゃないですかね。まあ、こういう着方は結構しやすいかなと思います。はい、グレーのスウェットを着てみました。上ダボっとしたらどうやねんと思って着てみたんですけど、全然いけますね。グレーのスウェット一番まあ定番のカジュアルウェアなんですけど、自分の中で全然相性いいですね。むしろなんか上がダボっとしてると、今度はなんか下がすごく黒であることがまあ生かされてて、スリムじゃないけどやっぱ絶妙のこの大きさなんですね、この太さ加減が。今まで意識してなかったんですけど、ゆるっと見せることもできるし、ジャストで見せることもできるし、細く見せることもできるしみたいな絶妙のパンツサイズで、これはかなり使えそうなイメージですね。まあ、色も、まあ、グレーのスウェットとかもなんか色感とか、まあ、書いてる字が黒であるみたいなこととかも合わせると、まあ、色の点数減ってちょうどいい感じになるんでしょうね。まあ、これは結構意外と使えそうですね、自分の持ってるアイテムとは相性良さそう。はい、ちなみに間取って黒のスウェットやったらどうやねんと思って着てみたんですけど、黒のスウェットでも全然いけますね。このスウェットは結構デカめで、さっきのニットと比べても
まあ、体のラインが出ないぐらいのゆるっとした感じなんですけど、黒のスウェットでも全然問題なくいけますね。いや、これやばいな。色の点数減らしたりすると、もうカジュアルなものでもシックに見えるみたいな感じなんでしょうね。これはちょっとぜひおすすめなんで、皆さんも試してみていただけたらなと思います。はい、じゃあまとめですね。今回は、ヤエカのコンテンポというブランドラインの、ツーウェイパンツ、こちらの紹介をしてきました。冒頭言ってたように、このパンツの品番はもうおそらく廃盤なのかなと思うんですけど、まあいろんなバリエーションありますんで、まあ一度ちょっと僕が概要欄に貼り付けた、サイトから見てみてください。基本パンツのもちろんコンセプトは変わんないし、素材感もまあ色とかもね、いろいろあるので、自分の好みに合うものを選べるのかなと思っております。で、やっぱこの見た目以上にこの機能性の良さっていうところがやっぱ僕がすごくまあいいなと感じた部分で、僕のやっぱりコンセプトとしてはコスパなんですよね。まあ、どう生活に溶け込ませるかとか、どう使えるかとか、まあ、どれぐらい長く使えるかとか、使いやすいとか、いろいろあるんですけど、まあ、そこをやっぱ重視するんであれば、まあ、このパンツは使うその他のアイテムも選ばないし、まあ、シーンもシチュエーションもまあ超越して使いやすいと思うんで、本当におすすめです。パンツ自体はそんな安くはないと思うので、価格はね、だからまずは僕の推奨はまあ古着でちょっと見つけてみるっていうのはありかなと思ってます。で、僕自身別に新品とか古着とかあんまりポリシーなくって、品質が損なわれない程度の古着感であれば全然問題ないと思ってるんで、まあ、その辺も含めて検討してみてください。はい、そんな感じですね。今回はヤエカの、コンテンポのツーウェイパンツについて、紹介をしていきました。動画の内容はこちらで以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。